粗品のファンのパラドックスというか、はい、盛り上げていくぞ。あの僕と写真は一緒誰も撮れないんですよ。なぜならお前の番だ、ファンですかって聞いて、僕の写真撮らせてください言うて、ファンですかって聞いてね、俺やっぱファンの人と写真撮りたいから。ここ で, 戦場に戻れ。でもファンですかって聞いて、ファンですって言ったら、いや嘘つけ、俺出待ち禁止ってほぼで言ってるやろ、それ知らんのお前ファンちゃうやんけ、撮りませんですよね、うん、パラドックスですよね。俺と写真を撮ることはできないっていう。でなんかこんなんを言うと、有名芸人の誰々は絶対に写真やサインを断らないらしいみたいな逸話が出てくるんですよね、必ず。で、なんでですかって聞いたら、うん、あの、そうなりたくて芸人になったから。俺はその街で人気者になって声かけられて写真撮ってくださいって言われるのが憧れで、お笑い始めたんだから全然嫌じゃないんだよっていうエピソードあるんですけど、はい。俺はそうなりたくて芸人になったわけちゃうからな。うん。あ、全然僕はそんなこと思ってなかったです。はい。自分のやりたいお笑いで笑かしたいと思ったからです。お笑い芸人になったのはね。はい。舞台のネタだけ見て満足して帰れやっていう。うん。出待ちしてない。何しに来てんのお前って、言うタイプですから。はい。俺はそうなりたくて芸人にはなってない。いろんな人がいますからね。うん。それはそれで、あの、優しい芸人さんいっぱいいると思うんですけど。そう、俺は、俺とはまた話し合わんな。じゃあネタおもんなかったんかいって話やからな。何出待ちしようの、最高のお笑い見したやろっていう感覚ですわ。じゃあ、今の話がちょっとでも熱いなとか、さすがやなとか、尖ってるなみたいな、とか、おもんなかったなとか、おもろかったなとか、何でも見て感情がちょっとでも動いた人は1万円ください。はい。俺はこうなりたくて芸人になったからな。うん。